どうも皆さんこんにちは、伊作太です。久々の FFB 動画になりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、ここ数日毎日のように終電まで働いておりましたので、もうね、動画撮影する暇もなければ、もちろんね、編集する暇もなく、家帰ったら速攻即死なので、いやー疲れたということで、本日はですね、ライトニングを活躍させたいパート2ということで、今回ライトニングを使って新降臨2ヘッドドラゴン極み級やっていきたいと思います。まあね、ライトニングでね、どこまで、まあ、きつめの新降臨系を倒していけるのか、ちょっとね試していきたいと思います。パーティーはこちらです。まあライトニングを主軸に、まあね、正直ね、ラーゲン入れちゃうと難易度めちゃくちゃ下がっちゃうんで、今回ラーゲンはもうね、あのドラゴンキラーのバフ要因としてだけ、連れていこうかなと思っておりますので、特に攻撃はまあさせるけど、まあ装備はね何もさせないよっていう感じでやっていきたいと思います。で、フィナデジなんですが、フィナデジはね、ブレイブシフト5だけを使っていきますので、まあ装備はこんな感じだね。氷と氷、光、闇を、まあ、高めた装備構成になっております。で、装備こんな感じですね。そしてアビリティこんな感じになります。ビジョンカードには新たな旅立ちを装備させております。そして今回のメインアタッカー、ライトニングですね。ライトニングなんですけども、いやー結構ね、装備やっぱりきついね。ライトニング一応アビリティ390の、装備というかブグ倍率400、 LB250 の竜キラー275っていう感じに、しました。装備はこんな感じだね。でアビリティこんな感じ、自分のスパトラ入れてチェインのダメージを上げておりますと。で、ビジョンカードには真夜中の失踪のレベル7採用して、アビリティ倍率上げてるような感じですね。本当にね、アビリティ倍率を上げるのが結構難しいよね、ライトニングね。だからね、そんな難しいというか、まあ、使いにくいライトニングでも、まあ、活躍できるぞっていうのをね、やっていきたいと思います。そして、サポーターですね、ヒーラーはレナ。で、レナなんですけど、回復の位置はね、自分というか味方のステータスデバフ、ステータスデバフを解除できる子がいるとすごい安定するかなと思います。で、リュック連れてきたのは特にデバフ要因だね。まあリュックじゃなくて、あれでもいいな、フィナリドとかでもいい。分身があってもまあまあそんなに恩恵は、僕はあんまり感じなかったかな。だからリュックいないよっていう人だったらフィナリドとかでもいいと思うし、で、まあ、今回なんでリュックかっていうと、まあ、MP も回復できる、雷付与も LP ゲージもできるから、まあ、別にフィナリドである必要はないかなと思ってリュックにしたんですけど、フィナリドの方が多分安定感あるかなと思いますので、持ってる方はそちらをぜひ使っていただければと思います。よし、じゃあね、早速新降臨2ヘッドドラゴンやっていきたいと思います。はい、じゃあやってまいりましょう。2ヘッドドラゴン、まずね、2ヘッドドラゴンは、まあ、とりあえず方法としては、まあ、右頭、胴体、そして左頭の順番が、まあ、ベターな戦い方ですね。まあ、今回僕は、頭先に2個破壊して胴体を残すやり方で、まあ、やっていこうかなと思います。じゃあ、ライトニングでまず ATB チャージだね。マジでこれ3連に組み込めるようにどうにかしてくれ、本当に。で、そしたら、まあ、ユリパレディと、本当はバシュラやりたいんだけど、バシュラね、全体に当たっちゃうんだよ。で、この右の頭に、あ、嘘、左の頭にダメージが入ると、カウンターが飛んでくるんですよ。で、それはね、避けたいから、今の単体攻撃でちょっとやり過ごす。で、レナは、ステータス耐性デバフと、ステータスデバフ耐性と状態異常耐性を付与。ラーゲンは、一旦バーストストーンの回収だけにしようかな。まあ、どうせ大したダメージは出ないと思うので、問題はないでしょう。で、フィナデジ、ブレイブシフトして、まあ、1ターン目はカバーがあるので、魔法ダベカ、そして、火と氷属性の耐性アップをやってあげましょう。OK だね。じゃあ、まあ、1ターン目はこんな感じで。いやー、ライトニングな、LB 全然たまんねえんだよな、ほんと。OK、まあ、耐えれますよと、余裕だね。これは？うわ、そうか、ガッツついてないのか、この、フレンドのライトニングさん問題ね。なるほど。これはね、厳しい戦いになりそうですね。じゃあ、マキナチャージで LB をチャージしていく。バージュラをやっちゃう。じゃあ、ラーゲンで竜を撃つもので、やります。レナで干したら LB ゲージの回収と、まあまあ、ダメか入れてあげる。OK。あ、まだか、何？くそ。あとちょっとか。じゃあ、カバウと、
LB ゲージの回収。 OK、 じゃあこれでとりあえずライトニングの LB で頭を2個破壊していきたいと。よし、じゃあやっていこう。さあどうだ、黙るか。いやかっこいいね。今回はねこの LB を主軸で戦っていきたいので、まああと何回 LB を聞くだろうか。ああやべえ、残った頭、くっそー、倒しきる想定だった。これライト、フレンドさんのライト落ちちゃうんじゃないか。大丈夫か、冷たい眼光。あ大丈夫か、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、まだならなんとかなるでしょ。何パー残ってる。頭はあれ、頭にカーソルが合わない。あれあれあれ、あ残って、あ結構残ってんな、結構残ってんだ。じゃあトリプルの雷の、あ威力アップは別にいらないか。威力アップはもう今 LB で 30% ついてるので問題ないね。じゃあとりあえずエレキブラストで落としていきましょうか。とりあえずこれで落とします。 OKOKOK 落ちたね。そしたら、まあ、リュックで、まあ、バージュラと、まあ、適当なアビリティ、レナで、そしたら、やることはそんなに今はないんだよな。どうしようかな。自分以外の、まあ、とりあえず LB、あ、LB ゲージは溜まってるね。なら、やばい、やることがない。どうしよう。適当なアビリティ、以上。で、ラスウェルは、まあ、大したダメージにならないから LB 適当に打っちゃう。フィナデジは、オーシャンズカットと、セク様かな。OK。で、まあ、注意点としては、フィナデジの精神デバフが入るんだよ、この敵。まあ、今は、ね、多分ね、レナの、ステータス耐性、ステータスデバフ耐性があるからつかないんだけど、ここをね、よく見といてほしい。デバフ入ったらレナでも、フィナデジでも倒れるんで、そこだけはね、なんとか阻止せなあかんということで、気をつけていきたい。で、じゃあ、LB ゲージをな、自分の回収したいな。自分のライトニングが足りないから、まあ、使っちゃう。LB。さあ、どれくらい火力が出るか、ご期待。よっしゃ、やっていこう。黙ります。かっこいい。マジでかっこいい。あと何回この LB を見れば倒せるんだ。あーそんなにダメ出ないな。ラスエルのな、竜特攻がフレンドさんは切れてるし、攻撃アップも LB 力アップもないからな。くっそー、そこがな、ちょっとダメージの差が出ますね。もったいない、本当にもったいない。まあどんまい、残念、本当に残念。でじゃあ、まあこっちはやること変わんないね。でラスエルもまあ適当なアビリティへ3連やる。フィナデジはそろそろカバウとかが切れる。カバウが切れてもこっちの壊滅は免れないんで、まあ、あと一旦あるから大丈夫。そしたらネレイスと LB ゲージの回収。 OK、 ライトニングのね LB 回収率が本当によろしくないんだよな。 OK、 全てここはフィナデジが受け取ってくれると。まあダメもねそんなに重くはないから、まあ全然ね耐えれるっちゃ耐えれる。でそしたら LB でステータスデバフを上書きしていく。いやーライトなー、もうこれをやるしかない。エレキブラスト3連で、エレキブラスト3連、ラーゲンは適当なアビリティ、レナはバフはないからな、しょうがない。なんか回復系のアビリティと、あとはなんかダメかとか適当に入れとくか。 OK、 じゃあライトニングをまず放って、適当にラーゲンを放つ。でそしたらフィナデジはどうしようかな。フィナデジどうしようか。カバウとオーシャンズカットかな。まあ、竜耐性のね、竜のダメージを軽減できるので、これはだいぶでかいアビリティですね。OK。で、じゃあラスト、まだまだか。いやー、で、まあ、ブレイクはね、基本無視していいと思います。ブレイクゲージなくても、こんな風にね、ゴリゴリ削れるので、特に問題はないのかなと、ちょっと思ってしまいますが、そしたら ATB チャージでバフのかけ直しをやって、リュックで、まあ、一旦はバジラとまた同じでいいかな。で、レナも基本的に今はやることがないので、LB ゲージはまあいっぱいあるからまだ良い。まあじゃあ、バフだね。ステータスデバフ耐性と状態異常耐性付与。で、ラーゲンは適当になんかアビリティ。フィナデジは、そしたらラグーンシェルと、まあ LB もまだいいね。セクシーサマーかな。OK。あー、回復やってあげればよかったかもしれん。まあ大丈夫か。
オッケー。自動回復もあるからね。ソウルネイル、まあ耐える、まあ結構ギリギリか、結構ギリだね。オッケー。危ない。そしたらライトニング使っていきましょう。 LB の前にラーゲンで竜特攻を付与。57からどれくらい削れるか非常に楽しみでございますね。 OK、 じゃあライトニングやっていきましょう。まあもういい、飛ばす、見る、飛ばすか。 OK、 LB、 さあどれくらい削れるか。57から結構いくじゃん。おーおーおーおお、よい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 、めちゃくちゃいいダメージ出るじゃん。次で終わらせられるぞ。じゃあリュックでフィジカルリペアとバジュラ、レナでLB ゲージの回収プラス、ダメージカット上書き、フィナデジは、じゃあカバーがこことかで切れてたら終わりなんでマジで注意が必要。 OKOKOK、 カバーまだ2ターンあるね。じゃあダメージを LB ゲージの回収とダメージカット、まあ別にやる意味はないか。いやーライトニングたまんねえなーこれ。フレンドさんのライトニングたまればマジ一気にいける気がするけど、どうだろう。いやーこれは厳しいかもしれない。でステータスのねバフが入るんだよ。あれはね確か永続だから厳しい。でリュックでマキナチャージが使えるようになる。バジュラ、 LB はあと少し、マジであと少しか。レナで、いやーどうだろう、ここで決め切りたい。じゃあ LB が溜まるアビリティを一旦用意して、ラーゲンのなんか、ラーゲンのなんか LB とかでなんか溜まんないかな。 LB とかバーストストーンを溜めてほしい。どうだ、溜まっ、たまった。 OK、 よし、じゃあラスト LB で決めていこう。24削れると思うんだよな、バフがあっても。大丈夫かな、ちょっとすげえ心配だけど。よし、じゃあとりあえずやっていきましょう。ラストの LB ですね、見ていきましょう。どうだ、さあこれがラストの LB となるのでしょうか。いけー、よーしゃー、削れましたね。ライトニングで、まあ、LB3 発、いやいいんじゃないか、めちゃくちゃ楽しいじゃん。いやライトニングをねどうにか輝けさせたいと思いまして、まあ、またね次の進行輪、次はアンテノラとかでやろうかな、やっていきたいと思いますので、ぜひねまた見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。